ジャマイカの2015年改正危険薬物法は、大麻規制を緩和する法律で、ジャマイカ法務省により2015年4月15日から施行された。俗に、ガンジャ法とも呼ばれる。医療、あるいはラスタファリの進行の自由の上でのガンジャの使用は全面的に許可され、それ以外の目的での所持も日本水化であれば、交通違反における。 反則金のような扱いの罰金となる。ガンジャとは、インド大麻を特別に栽培したものである。法令文では大麻を指している。医療目的でガンジャを所持することが許可され、ガンや終末期の病気、重篤な慢性疾患においてはガンジャに由来する、医薬品を輸入することも可能である。ラスタファリ信仰のための宗教的な目的での使用も許可される。その他、 許可を得れば科学研究目的での大麻栽培も認められる。以上に該当しない二温水以下のガンジャの所持も逮捕されることはなく、裁判所に行く必要もないし、いわゆる善科がつくこともない。ただし、警察官は500ジャマイカドル以下の反則金を納めることを命ずることができる。二温水上の所持は刑事罰の対象となる。 公共空間での大麻吸引も、タバコの喫煙と同じように禁止されており、蒸気反則金の対象である。また、罰金の対象となる、大麻吸引者が18歳未満であるか、大麻中毒者であると警察が認めるときは、反則金の支払い命令のほか、ナショナルカウンシルオンドラッグアービューズに付託することが、できる。反則金の納付が命令されながらも、 これを納付期間内に納付しなかった場合は、簡易裁判所への出廷が必要で、社会奉仕活動が命じられる。これもできないときは2000ジャマイカドルの罰金となる。納付しなかった罪は、善科がつく。ラスタファリは、ジャマイカを抑圧の地バビロンとみなし、ユートピアを作る思想である。ギリシャ語の新約聖書にあるキリスト再来を信仰しており、 旧約聖書に基づく食と健康についての解律を守り、聖書は、エチオピアのアムハラ語の原点が翻訳によって、解約され奴隷所有の考えが強化されており、キリスト教を悪魔の決心である教皇の宗教とみなしている。黒人と白人の抑圧者にしようという意味のナイアビンキを定期的に開催し、祈り、ガンジャを吸引し、ガンジャの所持を理由に、 ジャマイカの警察と衝突してきた歴史がある。ありがとうございます。